ハバレフスキー子供のためのピアノ小曲集よりエチュードという曲を初見でお届けしてみたいと思います。3連符があるよ、いっぱい。たたた、4分の4拍子だから、たた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 
こういうのね。しかも右と左で全然違う動きしてるよね。シが、ハか、ハに、ヘ長調。シだけフラット。よし、行こう。ドラえもんじゃ違うか。はい、行こう。ゆっくり。最後だな。はい、あ、今度右と左が変わったな。か、あ、か、はい、いや、そうや。当てるやん。最初だ。難しくなかったけど、この最初だよね。最初左だって右が
こうねやってるのに左が。これ基礎練習大事だよね。ほんと指の練習ってか、あ、エチュードだ。そうだね。指の練習曲だよね、これは。あ、なるほど。というわけで、エチュードという曲でした。